回振り返ってください。そうですね、まあ、カナダさんの守り方がマンマークで、今日でも自分のところに結構ボール入っていい感じで何回もポストプレーできたので、まあ、自分自身は手応えあったゲームでしたけど、まあ、でも同点だったので、数自体はそんなに多くなかったかもしれないですけれども、林選手がこう持ってボックスの中で前を向ける場面も何度かあったかなと思うんですが。そうですね、だから今日すごいボール入るポストプレーがたくさんできたんですけど、まあ、その中でもうちょいこう周りがそれ3人目を動き出したりとか、その流れをもうちょい作れたかなっていうのはありました。先手を取られてちょっと苦しい時間帯の中で大きな同点ゴールだったと思います。ゴールシーン振り返ってください。まあ、結構、両サイドタクと純喜のところにボールが入った時に、特にタクの方は縦に行ってもっとクロスを上げろっていう風に前半から僕は言ってたので、まあ、その中でタクがああいう風に仕掛けてくれて、まあ、仕掛けたらやっぱりいいボールは来ると思うので、まあ、その中でいいボールくれて、まあ、自分自身も前行くふりして後ろに下がってフリーになれたので、まあ、それはあとはもう当てるだけでした。まだちょっとやっぱ勝ちきれなかったところっていうのはチームとして課題が残るのかなと思うんですけれども、まあ、次のホームゲームに向けてこうチームとしてこういうふうにこうなっていきたいなと、この1週間のところで。まあ、そうですね、戦う部分っていうのは見せられたと思うんですけど、やっぱり結果がついてきてないので、まあ、でもこの引き分けっていうのを本当もう次に生かすっていうことが一番大事だと思いますし、次からホーム2連戦なので、そのホームで勝ちきれるように、まあ、しっかりいい準備したいと思います。ホームで待つサポーターに向けて最後メッセージお願いします。まあ、本当にホームで絶対勝ちたいと思うので、ぜひ応援来てください。